今日はですね、マツダスピリット2021に参加いただきました、マツダ R360 クーペの新、菊池さんです。どうも菊池さん、こんにちは。こんにちは。菊池さんも毎回参加していただきましてね、15回のお付き合いになりました。これが第1回の長野ノスタルジカフェスティバルの大賞でした。素晴らしい車です。もう本当に大事にされててね、室内にしまうときもカバーをかけるっていう、もう本当に鏡みたいな方なんで、どんな経過で手に入れられたんでしょうかね。はい、当初は雑誌で見つけまして、交渉して購入しました。それで静岡ナンバーですか。そうです。はい、やっぱりオリジナルで行こうと。そうですね。じゃあ買われた方に一応了承を得て、ずっとこれで、まあ、ナンバーをこのナンバーを維持していると。そうです。はい。まあ、なかなか大変なことですよね。はい、まあ、相手の方の理解もいりますよね。そうですね。はい。もう今これ手に入れて何年目ですか。もう40年近いです。あ、そうですか。じゃあまだだいぶ若い頃ですね。そうです。ほう。で、元々は程度はどうだったんですか。最初はこれ、今この色ですけど、ツートンのデラックス仕様になって。ツートンがありましたね。ルーフは赤だった。はい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 。まあ、それがちょっと、これはスタンダードなんで、それがどうも引っかかってこの色に。オリジナルに戻したと。そうです。はい。そうですか。まあ今日もね、ご家族連れなんかキャーかわいい、女の子もキャーかわいいっていう、かわいいっていう、そうですね。で、マツダもこういう車作ってたんかって知らない人も多いですよね。そうですね。はい、初めて見る人もかなり多いですね。60年も経ってる。経ってますよね。はい。まあ、当時マツダとしたら、まあ、あまり世の中にない V 型のツインのエンジンで、はい、まあ、スタイルも当時としたら斬新ですよね。そうですね。私もスタイルで気に入って購入する気になって探したんですよね。はいはい。まあ、古い車なかなか維持するの大変だと思うんですけど、はい、一番あれですか、困ることは何ですかね、この車。まあ、腐食が一番ですかね。あ、まあ、そのために室内にちゃんと保管をしているんですけど、あとは日に当てないこと、はい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 、雨に合わない、はいはい、濡らさない、はい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 。まあ、菊池さん他にもいろいろお持ちなんでね。はい。まあ、毎回イベントにも違う車出していただいて、はい、まあ、これが菊池さんイコールでも R360 クーペっていうなんかイメージついてますよね。そうで、当初はヨタ8がメインだったんですけど、ともこっちの方が人気があるので。ああ、人気ですよね。どうしてもこっちも、まあ、走りも可愛いし音も可愛いですよね。そうですね。人気が相当いいもんでね、癒されるって言ってますよね。いやー、まだまだね、これは長生きしていただいて、ぜひまたイベントにも参加ください。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。